どうもーカゲヤンです。今日はですね、ボンボン的発想ということで、えー、をお話ししたいと思います。えー、ボンボンってわかりますかね。えー、お坊っちゃんというかですね、えー、お金持ちのね、えー、こうお金に不自由なく暮らせている、えー、子供というか、えー、そういうのをボンボンと言うんですね。えー、お坊っちゃんのことですね。それボンボン。 でその「ボンボン的発想」っていうことなんですけども、あのー、だから「ボンボン的発想」っていうのはですね、あのー、お金のことを全く考えないで、えー、活動するというかその行動したり考えたりするということになると思うんですけどもこの「ボンボン的発想」っていうのが結構そのいいんじゃないかなというふうに僕はちょっと思ったんですね。その あのボンボン的発想やなってこう言われたりするとこう嫌な感じがするかのその甘,甘えてるというかそういうふうにちょっと思われるように思うかもしれないですね。例えばその、まあ、商売してすねその売り上げのためにはそのいろんなことを我慢しなあかんということでですねそのどんな状況であっても売り上げが上がることであればそれをこうしっかりやっていったらいいというのが。 普通というかその商売として,していたら正しいことじゃないかとそのお金を関係なくやるっていうこと自体がですねそ,のそれはお金に困ったことがない人の発想やという風になってですねそれはその甘い考えやという風にこう言われることがこうあるという風になるんですけどもそれで僕はいいんじゃないかなという風に思ってるんですね。その あのー、お金のためやからお金のためには仕方がないんやってこういう言葉を言うとかそういうことを思ってる人がですね何かこう変な話ね大きなことというか何かをしっかりこう成し遂げてるかなと思うんですよね。 成し遂げてる人がいるかなって思ってまあまあいるんかもしれないんですけども僕はそれよりもですねそのお金にこう縛られないというかもうちょっとこう自由にですねその自分のやりたいことであったり自分のこう考えであったりをこう貫き通したりそれをやり続けてる人の方がですね 結局は何かこう結果を出すというか、えー、そういうふうになってるように思うんですね。あのー、で歴史的にまあ普通にまあまあ考えてというかですね、あのー、そのどういうんですかねまあ、あのー、歴史上のことはですね本当のことは分からないですよその物語というかその作った人の創作の中での、えー、イメージではあるんですけどもその例えば打算的であったりとかですね あの打算的というか自分のその利益のためというかですねそういうことが目的で動いてる人がこう何かを成し遂げていってるかなと思ってるんですねその上の立場になってから打算的になってる人はいるかもしれないんですけどもその例えばその豊臣秀吉とかこういますよね。で豊臣秀吉がこうなんかこうお金のためにやったとか。 えー、そういういとところがこうあるかなと豊臣秀吉、うん、これを追ってんのかな、うん、例えばその坂本龍馬がですね、えー、自分の私利私欲のために動いてたかなとこう思ったりはしますね。そというのはその作られた、えー、歴史上の人物像の僕のイメージですけどもそういうところではないんじゃないかなと思ったりするんですね。その 例えばだから今の,その経営者とかでもですねそのお金をもちろん稼ぐために商売はするんですけどもそのお金のために仕方がないんやと言ってやっていってあのこう大きくなってる人っているんかなと思ったりするんですね。その お金のために一時的に何かやってる人はいるけどそれを言葉に出したりとかですねそれを言い訳にしたりしてる人がこう大きくなってることはないんじゃないかなとえもちろんそのお金のために仕方ないことはあるけども何かをこう誰かが発言した時にそれえその例えばそのお金のえためにはこういうことも構成なあかんのちゃあその考え方は例えばボンボンの発想やなって言ったとするじゃないですか。そういうい その考えてしまうというかそれをこう発信してしまうという言葉として発信してしまう人が何かをこう大きく動かしていける状態になるかなと思うんですね。それよりももですねもっとボンボンン的な発想 そういう発想でですねそれをわがままに振る舞うとかね人に迷惑かけてでもわがままに振る舞うとかそういう意味じゃなくてですねなんかそのもうちょっとこう純粋なところでそれを貫き通したりそれを行動を起こしたりっていうことをしている方がですね あのこういろんなことをこうやっていける成し遂げていける状態になるんじゃないかなと思うんですね。ほんでそのだからお金のためにいろいろやることはあったとしてもですねそのことがあるから仕方がなく自分がやりたい。 やりたくないことをずっとやってるんやっていうことを言ってたり思ってたりそれを言い訳にしたりするその言い訳をすることによってそれができないんやと言ったりするっていうことをしてる人がですね何かその、えー、その後こううまくこうや,、えー、やっていけてるかなというふうに思うんですねそ,そうじゃないんですよねそうじゃないように僕は思うと僕はまだその結果をしっかり出してるわけではないんでねその、えー、結果を出す途中にいる状態 なんでああのあのしっかりとこうどういうんですかこう断言はできないですけどもなんとなくですねいろいろこう見てるとですねこういろんなことを自分のこう理想というかこういうことを。 いいいいろいろやっていきたいって思ってきた思る僕の中に核となるその歴史上から今いる人全部含めて5人のね、えー、人この人を掛け合わせたようなところを目指してるところがあるんですけれどもそういう人を見てるとですね、えー、全くその何かを言い訳したりとかですね、えー、愚痴をこぼしたりとかそういうところは全く見えないんですよね。それとまたその目線が全然違うのと、えー、もうちょっとそのいろんなことに優しさがあるよう にもも感じますし厳しさもありますすし優ししし厳ささあり優あるとで自分をしっかりとそういうふうに活動しているとそこにえーそのボンボン的発想といえばボンボン的発想かもしれないんですけどもそういうものを持ってる人がえ結局えこういろんなことをこう成し遂げているというかこうやっていってえこう突き抜けていってる状態そういう存在になっていってるように感じるんですね。だからその なんか変ななんかそれがこう一般的にこうみんながそれ言うと納得するようなことを言い訳にしてですね、えー、それでまあまあそうやなって言ってこうどういうんですかねそのななにするそういう,こう同感するというか同じような気もそうそうそうと言ってやってる人が何かこう進んでいける。 えー、一歩踏み出していろいろやっていける状態になるっていうのはちょっと難しくなるんじゃないかなと感じるでも,もちろん僕はそういうことはしたくないそれやったらえー、ボンボン的発想やなと言われてでも自分が思うことをやっていった方がいい、えー、もちろんそれは、えー、人に迷惑かけることでではないです、えー、結果的にそれをやることによって迷惑がかかってしまうことはあるかもしれないんですけどもそれはそれとしてですね 自分のやりたいことをある程度ね、えー、その貫き通すというかですね、えー、そういうことも必要と、えー、もちろん気持ちが折れたりいろいろあるとは思うんですけどそれはそれでその時はそれでそれを勉強することなんでね別にそれでいいと思うんですけども、あのー、何かそれでできないんやとできない言い訳を言ってしまうとですね そこから何もこう進まないそのでき,はできない言い訳を言ったことによってそれを「そうやな」って言ってくれる人がいる周りにいてですね自分が安心する気持ちになるということでは全くその前に進むことができにくいですよね。その 面白くないですよね。だからそういうことではなくてですね、えー、それやったら、えー、ボンボン的発想やなと言われてでもその自分のやりたいことをこうやっていくという、えー、ことですね。うん。それはお前やからできるんやとかそういうことではない。そういう言い訳を言うこと自体ももう、えー、何か負けている状態になってるんかなというふうにも感じますしね。 だからそれぐらいやったら「ボンボン的発想」というかそういうものを持ってでも、言われてでもそのやっていくっていうことがこう、なんかこう、面白くなるような感じはしますね。ということでですね今日は「ボンボン的発想」ということについてお話しさせていただきました。では今日もよっしゃでいきましょうどうもありがとうございます。